今日は太鼓の練習長引かないといいな。スタジオ練遅れないようにしないと。あそこにいるのは、やっぱ山吹ベーカリーのパンは最高ですな。いいよ、モカ、何食べてるんだ。おー、ともちん、これこれ、山吹ベーカリーのパン。また食べてるのかよ。ほんと、モカは山吹ベーカリーが大好きだな。もちろん、毎日食べても飽きないからね。それになんと今日は、売り切れ必至の人気商品が買えたのだよ。いやー、これもモカちゃんの日頃の行いがいいからだね。それで、ともちんは何してたの？これから太鼓の練習に行くんだ。それが終わったらスタジオに顔出すつもり。スタジオ練？ああ、そういえば今日だったっけ。まさか、忘れてたのか？大丈夫、ちゃんと覚えてるよ。この後ギター取りに戻ろうと思ってたし。ほんとかよ。ほんとほんと、ランもあの CD 聞いてからやる気満々だったし、そんな姿を見たら忘れるわけないって。あの CD って一番最初に私たちの曲を録音したやつ？そうそう、ランってば、あれから火がついちゃったみたいなんだよね。曲を聴くと当時のことを思い出すっていうし、思うこともあったんだろう。あの頃はいろいろあったからな。ランが一人だけクラス離れて拗ねちゃったりとか。お前な。だって本当のことだし。まあ、まさか一人だけクラスが離れるとは思わなかったよね。見事にラン以外同じクラスだったもん。だな。あの時はどうなるかと思ったけど、今のランはあの時とは違って楽しそうにしてるからな。その辺は心配してない。おお、さすがともちん、お姉さんっぽい。ともちんってすごく面倒見がいいよね。やっぱり妹がいるからかな。それはまあよく言われる。私の面倒も見てくれていいんだよ。見ない。サクッと、ともちんのケチ。とにかくランは最近楽しそうに歌ってるし、次のライブに向けてかなり気合が入ってる。私たちも負けないように気合い入れないとな。そうだね。ってなんだよ、その気の抜ける返事は。失礼な、モカちゃんなりに気合い入れてるっていうのに。モカは分かりにくいんだよ。それじゃあ分かりやすくひーちゃんの真似でもしてみますか。よーし、今日も頑張って練習するぞ。えいえいよー。はい、ともちんもご一緒に。えいえいよー。しょうがないな。えいえいおー。これでいいか。バッチリ。うんふんふん。それじゃあまた後でねー。